こんにちは、こんばんは、おはようございます。バーン、楽天イーグルス応援隊の萌えです。本日もお願いします。ということで、まあ今日はね、もう大波乱、乱打戦のゲームになりましたね。いや、まさかもう6点取った後に初回、誰がそのね、すぐ後逆転されると思いますか。本当に、いや本当に不思議なゲームでしたね。まあ結果的にイーグルス勝ったから良かったんですけれども、うん、まあドキドキハラハラしながら最後まで見てましたね。本日のオーダーこちらでございます。昨日一昨日と変わらずといったところだったんですけれども、太田選手がね、早々とね、また変えられましたね。山下選手に代わって、で、まあ結果的にね、山下選手が、まあ最終的に逆転のツーランホームランになる2点をね、本当に打ってくれましたね。山下選手ね、もっとね、チャンス上げてあげてもいいんじゃないかなって思いますけれども、個人的には、うん、なので、まあ、もしかしたらね、明日とか、山下選手がスタメンマスクでっていうね、可能性もしかしたらあるかなとか思うんですけどね、久々にちょっと見たいですよね。もっとね、チャンス上げてほしいですよね。まあ、打線の方はですね、初回ね、もう連打連打でもうイケイケおせおせでね、まあ、相手のね、大貫投手もちょっと崩れて、押し出しのね、フォアボールなんかもあったりしてね、6点取ったんですけれども、まあ、初回、まあ、誰がね、その本当にね、また言いますけど、逆転されるかとはね、本当に思いませんでしたけれども、5回ですかね、前にも2点取って、で7回、結果的に決勝のね、まあ、逆転ツーランになった山下選手ね、もうこすったようなね、当たりだったんですけれども、そう、意外と伸びましたね。まあ風もあったんですけどね、本当にね、うまく打ちましたよね。フォアボールのランナーでね、ツーランホームランってことになったんですけれども、三島投手もね、打たれた後しゃがみ込んでましたけども、本当不思議なのが、こういう乱打戦の時ってなんでピッチャーって分かっててもツーアウトからですよ、しかもフォアボール出しちゃうんだろうって、本当に不思議でね、うん、まあ本当に不思議でね、もう不思議何回も言っちゃいますけど、本当にね、なんでなんだろうなってすごい思いますよね。なんか精神的な何かがあるのかどうなのかっていうところですね。で、8回ですかね、8回もブラッシュ選手のね、タイムリーもありまして、まあどうですかね、楽天の攻撃陣はその辺でまあぼちぼち落ち着いたんですけれどもね、それでもまあ逆転したとはいえ、こういうゲームなんで、もう最後まで何があるかわからないですからね、本当に最後までちょっとハラハラしてしながら見てましたね。本日のね、投手陣はこちらでございます。まあいろいろ語りたいことはあるんですけど、まあまずはね、古川投手から話していこうかなっていうふうに思いますけど、まあちょっとね、何やってんねんって本当に言いたいですね。ワンアウトしか取れずに7点、まあその後ね、戸村投手にね、変わった後に打たれたっていうのもありますけど、戸村投手が、もうちょっとね、6点取られて、これどういうことなのかなって思ったんですけれども、6点取ってもらったわけですから、大量点ですよね。まあ、逆にこれ絶対に落としちゃいけないゲームだなっていうところで硬くなったとか、まあ、プレッシャーになったとか、そういうことがね、あるのかなというふうに思いますし、あとまあ、まあ、慣れない球場で、慣れないその DH なしっていうね、ところで、まあ、ピッチャーもまあ打席に入らなきゃいけない、打たなくていいにしろ打席に入らなきゃいけない、でその辺でまたなんかルーティーンだとか、まあ、普段通りのね、なんか準備の仕方みたいなできないとかね、うん、まあ、慣れないマウンドで、でベイスターズ打線も強打者が結構揃ってますから、まあ、いろんな要素がね、あると思うんですけど、まあ、それにしてもね、まあここまで崩れるとは本当に思わなかったですよね。古川投手に関して言えば、まあそんなところですかね。で、まあ戸村投手に代わりまして、で戸村投手もね、まあ本当に予想してなかったでしょうから、予想外の展開で、まあ準備もね、全然してなかったと思うんですよね。で、まあ変わった後打たれてしまいましたし、その後4回とかですかね、にも打たれてしまいましたけれども、まあなんていうんですかね、まあ戸村投手に関して言えば、まあ、戸村投手を攻めることはできないかなと思いますね。むしろ本当になんか場面で投げてくれてありがとうっていう感じですかね。まあ、きっとね、多分古川投手も後で戸村投手にね、まあ、謝ってんだろうなとか思いますけどね。まあ、ただね、その後の5回以降ゼロに抑えるんですよ。やっぱその後の中継ぎ陣がしっかり
踏ん張ってくれたなという、うん、本当にあの一時期ね、あの先発陣がやっぱり結構崩れる時期があったじゃないですか、イーグルスも。あの一時期ね、でその時期も逆転をね本当にしまくって逆転イーグルスなんて言われましたけども、やっぱ中継ぎ陣がしっかりしてないとそういうゲームもできてなかったですからね。あのここに来て、まあ、今日の試合でも改めて思いましたけど、イーグルスの中継ぎ陣は本当にすごい安定してるなっていうふうに思いましたね。で、まあ、ただまあ一番恐れてるのはそのね、あの中継ぎがいいゆえにあの酷使してしまう部分とかあると思うんですけど、だから森原投手とかね、まあ、今交流戦でイーグルス連戦が続くので、あのちょっと連投連投になってきてね、ちょっとまあちょっとね、なんか休ませてあげたい部分もあるんですけど、それでも本当にいい働きしてくれましたよね。森原投手は青山投手、そしてハーマン、ブセニッツで松井裕樹がね、うん、本当に松井投手もね9回マウンドに上がった時に雨が結構強く降ってきてね、まあそんな中あのフォアボールのランナーこそ1人出しましたけれども、まあそれ以外ね、3つのアウトは全て三振でしたから、うん、これで24セーブ目上げましてね、本当にいやリリーフ陣やっぱさすがだなと思いましたね。こういう大波乱のゲームってどっかでやっぱり食い止めるピッチャーが絶対にねいないとダメなんですよ。でこういう時にやっぱりね、あの中継ぎがしっかりしてるチームは強いなって思いましたね。そんなところでね、まあ今日は本当どうなるかと思いましたけれども、なんとかね勝つことができましたね。まあ本当にね、なんか、うん、野球の神様でもいるんじゃないかなっていうようなゲームでしたね。明日の先発はですね、岸投手になります。まあ我らが岸投手、まあね、まあ今日みたいなゲームにはならないでしょう。はい、それだけは断言しておきます。もしなったらごめんなさい。それでは昨日できなかった勝利の儀式いきましょう。3、2、1、バーン。以上、萌えでした。また次回お楽しみに。